レペゼンタイマーが世界一。クッシュー、皆さんこんにちは、 DJ ガドです。今日はですね、あのレペゼン地球のフォイが車の中に閉じ込められて軟禁状態にあるんじゃないかという噂をね、耳にしましたので、その件についてお話していきたいなと思います。先日ですね、オフパコしたレペゼン地球のファンの女の子、レペ教の女の子からですね、電話がかかってきてですね、なんかフォイが閉じ込められてるんじゃないかみたいな噂になってるんだけど、ちょっと調べてくんないかって言われたんですよ。で、何の話やと思ったんですよね。で、そもそもなんですけど、まだレペゼン地球を脱退して、レペゼンタイマーに移籍すると正式発表していないフォイなんですけれども、まあおそらくこれから、レペゼンタイマーに、加入すると思われます。噂だったんですね。で、そのなかなか発表がないので、どういうことなんだろうなとはちょっと思っていたんですけれども、その真相がね、なんとなく見えてきました。で、今新宿区って選挙やってるらしいじゃないですか。区議会選挙っていうんですかね、東京都内でやってるのかな。で、その候補者に成田さんっていう方がいるらしいんだけど、その人が医療大麻の合法化を訴えて活動してるらしいんですよ。でね、その選挙カーの中にフォイが隠れてるんじゃないかっていう噂なんですよ。本当かどうか分かんないですけどね。まあレペゼンタイマーに入りたがっているほどタイマーが好きだと思われるフォイが、その医療タイマーの、選挙活動、選挙カーの中に隠れて、もしかすると運転してるかもしれないんですよ。それぐらいね、熱心に合法化活動してる可能性はありますよね、当然ね。だから、まあ、ありえるかなと思ったんですよね。あ、だからなかなかレペゼンタイマーに合流しないのかなと個人的には、思いました。まあ、なのでちょっとね、本当かどうかは分かんないんですけど、僕も成田さんで全然知らないんで、もしね気になる方がいたら、今新宿の方で街宣で、選挙活動っていうのかな、やってるみたいなんで、ちょっと選挙カーの中を覗きに行ったりだとか、あと成田さんに直接ね、フォイっていますかって、フォイって一緒に選挙活動やってるんですかって聞いてみたらいいかなと思うんですよね。で、やっぱりね、大人の事情で言えないこともあるかもしれないですよ。だから本当のことを言うかわからないんで、やっぱり車のね、中をこう外から覗くっていうのが一番いいかなと。中にフォイが隠れてる可能性は多分 420% ぐらいのレベルだと思いますんで、ぜひね、新宿に住んでいる方はですね、ちょっと見に行ってみてください。まあ、あとね、まあ、フォイが好きな方は、まあ、フォイが、応援しているっていうことで、まあ、その成田さんという方に投票してもいいんじゃないですかね、新宿に住んでるんだったら。で、まあ、個人的には僕はレペゼンタイマっていうのは、その嗜好用のタイマっていうんですかね、ビールとか、焼酎とかみたいにアルコールですね、と同じように、その日常的に楽しむための大麻の合法化の活動をしているので、医療大麻は当然あった方がいいとは思うんですけれども、そのトックを作る必要性が全くわからないんですよね。最近だと厚生労働省が、その大麻の医療用の大麻を使った治験をね、認めたっていうニュースがあった通りですね、まあ、日本でも医療大麻の合法化はだいぶ始まっていて、で、まあ、それぐらい価値のあるもの、世界中で認められている、安全が保障されている、効能が保障されているものを、わざわざ特区を作ってする必要あるのっていうことは思うんですよね。だからあまりその政策っていう意味では現実的ではないのかなと。新宿を医療大麻の特区にしようっていうのは現実的ではないかなと思います。日本中を特区にすべきだと思う。ただですね、その選挙って、なんて言うんだろうな、ベターを選ぶものだと思うんですよ。常にこのベストな候補者、自分が投票したい人がいるわけではないと思うんですよね、選挙ってね、やっぱり。だから他の新宿区の、他の候補者を見て、あ、この人らに投票してもなんか大して変わりそうにないなと思う人なんかは、その成田さんに投票してもいいかもしれない。まあそんな感じでですね、ちょっとレペゼン地球のファンとレペゼンタイマーのファンは、新宿の成田さんっていう人よく知らねえけど、ちょっとチェックしてみてください。僕ももうちょっとね調べてみたいなと思います。今回は以上です。クッシュー、チャンネル登録してね、チャンネル登録。